さっき休憩を取るって言って出て行きました。休憩と言いつつ、あれはそんな感じじゃなかったけどね。こないだの集まりで元気取り戻したと思ってたんだけど、やっぱ気にしちゃってるみたいだね。最近の三船しおり子の活動、積極的だからな。今日は一年の教室回ってましたよ。休み時間になるとあちこちに現れるっぽいです。私たちもそれとなくせつなちゃんに声をかけたりしてるんだけど、うまく元気づけてあげられなくて。うん、そうなんだよね。ねえ、あなたが話を聞いてあげたら、せつなちゃんも気持ちが楽になるんじゃないかな。絶対、勝たないと。私のせいで同好会がなくなってしまうのは、もう嫌です。あれ？どうしたんですか？ああ、ごめんなさい。ちょっと休憩がてら飲み物を買いに行ってただけなんです。ああ、すみません。すぐ練習に戻りますから。でも、この間の集まりでスクールアイドルフェスティバルに向けての活動が相当大変そうなことが分かりました。ですから皆さんに迷惑をかけることはやはり良くないのではと。ありがとうございます。じゃああなただけにお話ししていいですか？それは、その…すみません。私が生徒会長をやっている理由って、そういう強い思いがあってのことじゃないんです。両親に言われて、その通りにしてきたという部分が大きいです。自ら行動してリーダーシップを取れるような、そんな人間になってほしいと、小さい頃から言われてきました。生徒会長をやれば、両親が望むようになれるのではと思って、小学校でも中学校でも同じように生徒会長をやってきたんです。ああ、いえ、そういうわけではないんです。やりがいはすごく感じますし、小さな頃からやっていたことですから、もう自分の生き方の一つだなって思っています。それに、生徒会長をしていれば、両親はうるさく言わないんです。でも、生徒会長で亡くなってしまえば、きっと門限も厳しくなるでしょうし、きっとスクールアイドル活動をする時間も取れなくなってしまうと思うんです。やっぱり、再選挙は絶対に勝たないと。そうですね。私は生徒会長は裏方の仕事だと思っていまして、学園に通う生徒全員が過ごしやすい環境を整えたいという気持ちでこれまでやってきました。それでですね、だからその私が目指す学園はみんなが過ごしやすい学園？そうですよね。生徒会長としてどんなことをしているかですって？そうね。どんな小さな意見も聞き漏らさないよう気をつけているわ。
生徒会長って普通の生徒からしたら厳しい印象があると思うの。だから門戸を広く開くつもりで。なるほど。それで生徒会長としてどうしたらいいのか相談したいというわけですわね。私の場合はまずは生徒たちで話し合ってもらいますわね。何でも生徒会側で解決してしまうのは生徒の自主性や成長を阻害してしまう可能性がありますから。ですから。お二人に共通していたのは生徒たちの話をきちんと聞くということですね。私も意見箱を設置したりとみんなからの声が届くようにはしていたつもりなんですけど。もっと生徒たちからの要望に耳を傾けるっていう部分をアピールしてみます。意見箱の数を増やしたりして。はい、ありがとうございます。